30歳ぐらいの時ですよね、まあ、その時に役者やってて、アメリカに若い時に行ってて、24歳の時にアメリカから帰ってきて、ハリウッドでね、演劇学校があったんですけど、まあ、そこで勉強して、よし日本に帰ってきて、ここから役者として俺は成功するぞと、東京で一人暮らしを始めて、役者のための修行を始めたわけですけども、まあ、なかなかうまくいかなかったわけですよね。生活はどうだったかっていうと、まあ、ほとんどはアルバイトで食いつなぐ毎日で、たまにですね、いろんな本当に小さい役の仕事を取るためにオーディションに行って、でそのオーディションに行っても受からないっていうね、そういうことがずっと続いていて、それでもその俳優の活動にものすごく情熱を持ってたから、誰にも分からしねえって、やつら分かんない、なんかなくなっちまったっておったけど、衝撃団に入って、でそこで演劇お芝居をやって、それも本当にお金がもらえるようなものではなくって、もう自分でですね、チケットとかを劇団で芝居やるときは買い取って、でその買い取ったチケットを自分で手売りで売らなきゃいけない、演劇をやるということには情熱を感じてたから、芝居をやるために時間を作らなければいけない、そうするとアルバイトを辞めなければいけない、演劇の公演が始まったらもうそればっかりやってるっていう状態が続いたわけですよね。それでその公演のためにチケットを買い取って、それをさばかなきゃいけないんですけども、さばけないからそこで自分がお金を負担しなければいけないっていう、そういう生活をずっと続けてたらですね、もうだんだん苦しくなっていって、もうこれは生活ができないなというところで、消費者金融にお金を借りて、借金がどんどん膨れ上がっていくっていう、本当に生活が辛くて、俳優をやっていきたいという気持ちはあったんですけど、やっぱりその生きていかなければいけない、食べていかなければいけないっていうですね、もうそこのプレッシャー、しかも毎月ですね、その消費者金融からですね、督促の電話がかかってきて、で払えないどうしよう、家賃が払えないどうしよう、大家さんがですねドアをノックするでも開けられないどうしよう、今月払えないみたいな、すごく苦しい生活をしてたのが、まあ、ちょうど30歳ぐらいの時ですね。朝起きてですね、酒屋の配送のアルバイトに行って、アルバイトが終わったら昼に中華料理店に行って、そこでウェイターの仕事をしてですね、で夕方になったらホテルに行って、そこの宴会場で働いて、でそれが終わったらですね、今度は銀座のバーレストランに行って、そこで、バーテンダーをやるっていうようなですね、1日に4つも仕事を掛け持つような、そういった生活をしていて、この先どうなっちゃうのかなっていうのを本当に真剣に考えてたんですね。まあ、当時練馬、東京の練馬の光が丘に住んでたんですけど、駅からですね500メートルぐらいのところに家があったんですけど、バイトの帰り道にですね、電車から降りて、でそこでですね、家までの道を歩いていく途中にですね、自動販売機があったんですね。でそこの自動販売機をこう見ていて、自動販売機のこの下にですね目が行ったんですけど、その下にですね500円玉が見えたんですね。あ、500円玉だと思って、でこう周りを見渡したらですね、誰もいないかなと確認をして、でそこでですね、その自動販売機の下に行って、手を伸ばしてね、500円玉をこう拾ったんですよ。そしたらですね、それは瓶ジュースの蓋だったんですね。で本当にそれ500円玉だと思ったんですね。で本当にお金がない、お金が欲しいっていうふうに、その毎日それを思ってて、お金の幻想を見たんですよ、そこに。で私はその時にすごい衝撃を受けたんですね。もうすごく悲しくなって、涙が溢れてきて、もうこのままじゃダメだ、人生変えなきゃいけないというふうにその時に思って、でそれが私が起業するきっかけになったんですね。当時私のその時に一緒に劇団員だった仲間が、その彼がアフィリエイト、オンラインのビジネスでウェブサイトを作って、そこでですねアクセスを集めて広告収入で、そこで生活をできるぐらいの売り上げを上げてたんですよ。でそれを聞いた時に、あ、自宅にいながらでも仕事ができて、しかもですね彼は1ヶ月45万円も稼いでたんですよ。それは衝撃だったんですね、私にとって。あ、で今もうこのすごく借金抱えてる状態で、借金も返さなきゃいけないし、生活もしなきゃいけない、これは普通にアルバイトしてても返せないなっていうふうにその時に思って、でその彼がやってることを私もやってみようっていうふうに思って、で
オンラインのビジネスで起業することにしたのがちょうど31歳の誕生日が来た時なんですね。その時にこのオンラインで起業するという、まあ、私のその最初のスタートが始まったんです。そう私はその時も光が丘の別のところに引っ越したんですけど、10階建てのそのマンションの10階ぐらいに、12階だったかな忘れちゃったけど、11階だっけ、10よく覚えてるね。俺は覚えてないのによく覚えてる私が覚えてないことを大村さんに聞けば私のこと覚えてる、そう、まあその、ね、地震の前にちょっと戻ると、その起業してからなかなかうまくいかない、まあ、最初はうまくいかなかったじゃん、まあ、みんな大体うまくいかないと思うんですよね。で私も同じようにいろいろこう考えながらやっていって、で、まあ、そこでビジネスをやってたわけですけど、その最初の起業1年目か2年目ぐらいの時ですよね、まあ、そのある女性と出会って、それが今の私の奥さんのジェンなんですけど、彼女と出会って一緒に住み始めたんですね。でその時は本当に小さい6畳一間のアパートに住んでいて、まだその時お金がなかったから、ある時ですねテレビを置く台が欲しかったんですね。買うお金がなかったんで、それでじゃあどうしようかなっていうふうに話をして、夜中にその私その時光が丘団地の近くに住んでたんですけど、光が丘団地の粗大ごみ置き場にですね深夜の1時とかに行って、2人で、でそこで粗大ごみ置き場でテレビを置ける台を探して、で2人でですねそれを持ってって担いで家まで運んでって、でそれでですね、ああやっとこれでテレビが置けるねっていう形で、そこにテレビを置いてね見てたんですね。で2人はですね、その映画の海外のドラマとか映画とか見るの好きで、よく DVD をね借りてたんですけど、その時にそのジェーンがね、デスパレートな妻たちっていうね、そういうテレビ番組が、アメリカのテレビ番組があったんですけど、それが大好きで、でそのデスパレートの妻たちをですね、その粗大ごみ置き場から持ってきたテレビ台に、そのこのビデオが見れる小さいもう13インチぐらいのテレビを置いて、でそこで DVD を見て、デスパレートの妻たちの中に出てたアメリカンドリームの世界、そのなんか住宅地があって、そこの中に家をみんな持っていて、でそこでですね週末になったらその近所の人とパーティーをやったりとか、何かあったら近所の人のところにいろいろ話をしてみたいな、そういうそのホームドラマを見ながら、ああ2人で未来はこういう生活ができたらいいねっていう、そういうね話をねよくしてたんですね。で、まあ、そんな状態からですね、私のオンラインの企業で、まあ、どんどん少しずつビジネスも大きくなっていって、で2011年に東日本震災が起きたんですよ。で、まあ、その時に、まあ、日本中の人がですね震災が起きてもパニックになったわけですけども、まあ、私はその時に息子が生まれて、まだ息子が1歳の時ですよね。でその時にその震災が起きて、で、まあ、私はその時外に自分のオフィスをもうその時は構えてたので仕事に行ってたんですけども、まあ、その私もその時にオフィスにいた時にすっごく揺れて、ものすごく揺れたんですね、その地震でね。ですごく私もびっくりした。あ、その時に真っ先に思ったのが、こんなに揺れてそのジェーンと息子は大丈夫かなっていうふうにその時に思って、まあ、私もあの急いでですねとにかく帰らなきゃいけないけど電車がないという状態で、うちの近くまで行くバスを探してですね、まあ、それで必死にですね戻っていって、うちにまで戻ってっていう、その時にうちのジェーンもですねうちにいたんですね。そしたらその時住んでた 10階建てのマンションがものすごく揺れて、でいろんなものが落ちてきてですね、本当にそのトイレの水がですね溢れて外に出てきたりとか、すごい怖い思いをして、彼女はもうそもそも地震とかがないロシアとかの住んでたんで、まずそれが衝撃だったわけですよ。でその地震の2日後福島の原発事故、あれを見た時に、あ、チェルノブイリと同じことがやってきたというふうに思って、放射能が怖いということになって、一時的にねロシアに子供を連れて避難をしたんですよ。その時に私はですね、これから私たちは日本でこのまま生活していくことが果たして自分の人生にとってこれが正しい選択なのかどうかということを真剣に考え始めたんですね。私はいつも伝えているテーマとしては、
まあ、どこでも住む場所を選べるっていうのが一つメッセージなわけですよね。彼女もやっぱり子供が生まれたばっかりで、その放射能の心配とかがあって、じゃあ今オンラインのビジネスをやっていて、どこでも仕事ができるから自分たちが住みたい場所に住めばいい、じゃあシンガポールに住もうというふうに決めて、でシンガポールに引っ越したのが2011年なんですね。シンガポールに引っ越しをしたのはいいんですけど、ちょうどその時にですね、私のビジネスも傾き始めてたんですね。個人的にいろんな投資にはまって、投資ですごく大きな損失をしてしまったんですよ。でお金がないっていう状態になって、本当に苦しい状況で、もう私はですそのストレスで毎日寝れなくなったんですよ。でよく私その時決まって見てた夢があるんですけど、その夢っていうのが水の中にこう溺れてどんどん沈んでいくんですね。ああ沈んでく、息ができないっていう感じ でそれで必死にね、上に上に上がっていこうとする、そういう夢を何度も何度も見て、それでガバッと夜起きるんですよね。本当にどうやって家賃、今月の家賃を支払いをしていこうか。シンガポールってすごく物価が高いんで、その時コンドミニアムに賃貸で住んでたんですけど、まあ、その家賃も払えないっていう状況になって、ずっとそれは妻のジェーンには黙ってたんですね。言わなかったんですけど、ジェーンがですね、その家賃が引き落としができなかったっていうことをその時に言って、今月の家賃が引き落としできなかったからお金を移してっていうふうに言われたんですね。でその時に、ごめん、実は投資に失敗してお金がないんだっていうことをね、初めて言ったんですよ。でその時にうちの娘がですね、お腹の中にいて、で妊娠してたんですけども、ものすごいその時剣幕で怒って、こうなんてことやってくれたんだバカ野郎みたいな形で、すっごくそこでですね、怒鳴って怒られて、それは本当に私はショックだったんですね。すっごくその時に挫折感を感じたんですよ。でもなんてことやってしまったんだ、本当にお金がない、どうしようっていう状態になってて、なんとかそこで脱出する方法はないかと思って、インターネットでいろいろな情報を探してたんですね。でその時にあるアメリカ人のその男性が、そのオンラインのビジネスの方法というのを無料講座の中で教えてたんですよ。で私はそこに登録をしてですね、アメリカの中西部のコロラドに住んでる、すごく優しい感じのですね男性が、あなたもこの方法を使っていくことによって、ここでオンラインのビジネスを作っていくことができる、でそれであなたのビジネスをスケールすることができる。で私はその彼のメッセージを聞いたときに、この方法を私も使えば今の状況を脱出できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。